はいさーい。このチャンネルではビデオブロガーの僕が気に入ったガジェットですとか機材を紹介するっていうようなことをやっております。はい、ということでね、このチャンネル見てる皆さんってきっとメカ好きだと思うんですよ。今日はそんな皆さんに男心をくすぐるような面白いアイテムを用意したので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、今日の動画は結構純粋な商品紹介になるんじゃないかなと思います。スケルトンオートマチックの腕時計の紹介なんですね。じゃん。実は今つけてる腕時計が D1 ミラノの時計で、こちらはスケルトンっていう、タイプのものになります。まあ、これね、結構 D1 ミラノの中ではなんていうのかな、オーソドックスというか、ね、一番代表的なものの一つなんですね。すごいかっこいい時計で、マジで気に入って最近ね、毎日つけてるんですよ、本当。この動画撮るまでに傷がいっぱいになるんじゃないかなってすごい心配なぐらいつけてました。はい、僕も30代なんで、男のファッションアイテムとして、まあ、いつかはその機械式の時計が欲しいなって思ってたんですよ。なんかこうかっこいいじゃないですか、盤面からさ、歯車が動くような様が見えたりとか。ということでね、今日は結構僕の好きが溢れちゃう動画になるので、すごい説明したいことがいっぱいある。まずね、わかりやすくこの D1 ミラノについて説明するから、ぜひ聞いてください。この D1 ミラノというブランドは2013年、イタリアのミラノで生まれたブランドなんですね。現時点では35カ国に直営店があって、人気も高まってるんです。10万円以下の製品ラインナップが多くて、手の届く価格の高級ウォッチという革新的なブランドになってます。このパッと見た時の重厚感っていうんですかね、いい時計つけてんなって感じがすると思います。そしてこの文字盤のスケルトンは時計の心臓部を見ることができるんですね。この本来見えないメカの部分がもうデザインになりきってるっていうさ、高級ウォッチと同じ素材を使用しているんですけど、もうお手頃な価格帯っていうことでね、これが本当にこのメーカーの一番の特筆すべき点かなと思いますね。で、日本製のオートマチックムーブメント、オートマチックムーブメントっていうのはつけてるだけで自動で巻かれていくっていうシステムになってるんですけれども、こういう感じで裏を見るとよくわかりますよね。これが動いてですね、くるくるすることによって自動で時計が巻かれていくっていう感じですね。で、基本的に歩いてるだけでも常に巻かれるっていう感じで、だいたい41時間ぐらい時計つけないと時計止まるんですけども、まあ毎日つけてればこの辺りは問題ないかなと思いますね。もう好きが溢れすぎてちょっとバーって喋っちゃったんだけど、まあそういう時計なんですね。で、最近毎日これつけてるんですけど、実はね、結構いろんなファッションにこの時計合うんですよ。ちょっと僕がね、この時計に合うファッションを組んでみたので、見てもらいたいと思います。一つ目のコーデはこんな感じ。夏らしくっていうことで、下はジョガーパンツで、上は、T シャツっていう、そういうラフなスタイルにしてますね。で、全体的にね、時計の大人っぽさと合うように、ブラックコーデにしてるんですけども、上下ともこれね、ユニクロでして、安い格好なんですけど、こう、いい時計が1個あるっていうだけで、こう、なんていうのかな、さりげなく上質な着こなしになりますよね。で、2つ目はもう少しカジュアル寄せにしてみました。サンスタ。こういう風にシャツのスタイルもぴったりと合いますから、まあ、本当にどういう格好をする人にでもぴったりくる、しっくりくるという時計かと思うんですね。このスケルトン以外にももっといろんなものがありますので、ぜひ概要欄から見てみてほしいなというふうに思います。で、ちなみにこれも、格好は基本的にザラとユニクロで揃えたんですけれども、ちょっとスーツにも合わせてみたので見てみてください。はい、こんな感じですね。いやー、もうね、合う。本当に合う。いい時計つけるとスーツつけるの楽しくなるっていう現象があるんですよ。これさ、スーツと一緒に着たら本当何十万もしそうな見た目に見えますけど、この時計で言うと7万円台ですからね。まあ、ということで、こういう風にフォーマル、カジュアル、それから少しラフなスポーティーな格好、これら全てにぴったりと合うので、まあ、僕はかなりこれおすすめかなと思って今回紹介しようと思いました。はい、ということでいかがでしょうか。こういうのつけてね、こうカメラ持ってカシャカシャってこう外撮影しに行くとかね、多分テンションめちゃくちゃ上がると思いますよ。
で僕これ日常で使ってみてやっぱりいいなと思った点が、こう高級感はあるんだけどラフに扱える値段っていうね、ギリギリだけどね、あの盤面傷つくのとか怖くてなかなかね、あのなんていうのかな、アクティブな動きができなくなっちゃうんですよ、時計ばっかり気にして。でもかっこよくて質のいい時計はつけたいっていうところで、まあそういった意味でもこの D1 ミラノっていうのはかなりいろんな人にぴったりくるんじゃないかなっていう、これがね僕がこの時計のいいなと思う最大のポイントです。で今回は僕はこのスケルトンっていうのを選択したんですけど、他にもこういう風なラインナップがあってですね、まあ皆さん自分の好みに合うものって結構見つけれると思うんですよ、ラインナップが豊富なので。あの下の概要欄に貼っとくのでぜひそちら見てみてください。はい、ということで本日はね、ほどほどの値段で買える高級ウォッチというものを紹介してみました。まあ、今後も撮影機材とかこういった男心をくすぐるロマンのあるアイテムっていうんですかね、こういうものをどんどん紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。ということで本日は以上です。 See you!